白川グリーンスタジアムです。5月とは思えない暑さの中、こちらも暑い準々決勝が間もなく始まります。第1試合は前の試合大量得点で勢いに乗る日大東北と接戦を制して勝ち抜いた興南の対戦。今日も日大東北打線の勢いが止まりません。2点リードで迎えた4回裏、ツーアウト2塁1塁のチャンスに2番アモ。これを押しました。さあセカンドランナーがホームイン、さらにファーストランナーもホームイン。2点追加しました日大東北。6回までに9点を奪われた興南は7回に反撃を見せます。ノーアウト3塁2塁のチャンスに9番羽賀。このタイムリーで2点を奪うと、その後も得点を重ね、この回一挙5得点、3点差まで詰め寄ります。しかし反撃もここまで、日大東北が大量13得点で8回コールド勝ち、ベスト4進出です。チーム全体の目標が東北大会出場なので、優勝して1位で東北大会に臨みたいと思います。第2試合は大会3連覇を目指す聖光学院が会津北嶺と対戦しました。聖光は1回に3点を先制し、迎えた2回裏、バッターは8番片山。これは大きい当たり入った、ソロホームラン。これで聖光学院4点目。前回王者の貫禄を見せた聖光が大量11得点で5回コールド勝ちです。自分たちが日本一のチャレンジャーとして、まあ、限定回帰して、どこよりもしぶとく粘り強く戦っていきたいと思います。